はようございます。今日は起きるところからではないんですが、 Vlog スタート。今日は9時まで寝てしまいました。ちょ最近寝不足でね、毎日気がついたら寝落ちして裸で寝ちゃってたんで、ちょっとしっかりめに寝てみたんですけど、意外に疲れが取れない。どうしたもんか。今日は美術館に行ってね、オラファーエリアソン展っていうのに行ってきたいと思います。で、夜はねロビーで撮影がちょっとあるんでね、今日も全力投球で頑張っていきましょう。 Let's go。 鉢を植え替えました。しかしまだあまり元気がありません。たばっかのナイロンシャツがカラーがついてしまっております。ショック。ちょっとこれをねワイドハイター使って落としたいと思います。まずワイドハイターを用事に先にねちょんちょんとつけて、ここにねピンポイントでつけちゃう。それでね水で軽く拭いて全然取れません。まあ、これカラーのリムーバーとかで取っとくべきだったんですけどね、すっかり忘れてました。まあしゃあないし、植物に水やりの時間です。部屋の中で水スプレーで水をあげると部屋の中が水浸しになります。しかし植物のため我慢です。お前たち気持ちいいか。気持ちいい、水最高。コウモリランちゃんが一つ枯れてきちゃっております。元気になってくれ。さあ、お客さんに勧められたアニメ永遠の消防士、これ漫画読んでるんだけどね、今アニメ初めて見始めて気づいた 驚愕の事実。これ舞台、はじめ北区だったんだ。俺の地元やないかーい。すごい北区だ、これは。永遠の消防隊、ヒェーポンポン。次は、田畑めちゃくちゃオープニングかっこいいやんけ。お、目玉焼きだけ。すべての食材に感謝を込めて、いただきます。まずはトーストから。うん、サクサクだ。セブンイレブンの金のトースト、美味しい。そしてベーコン入りの目玉焼きを。うん、目玉焼きはベーコンと塩味と醤油をかけていただく。うん、デリシャスビューティー。今日もこう炊いて火はいいよね、癒されます。保存の荷物が今届いたぜ。いえ、クローバージンラッキーホー、いいジンなんだよね。飲もうぜ。さあ今日やめるぜ。今日も筋トレ、せいや、オッケー。今日も企業の俺を超えていく。小指から握り、肩甲骨を下げる。結構髪が伸びてきてね、なかなかちょっと上げづらくなってまいりましたが、今日もアップバングで鏡が汚い、拭かないとね。今日はね、清澄白河のオラファーエリアソン展っていうのをね、現代美術館だったかな、そこに行ってから夕方からミッドナインティーズっ
映画を見ていきたいと思います。90s かな、スケート少年の映画、楽しみです。今日も全力投球でみんな頑張ろうぜ。準備完了。今日はユニクロ U の T シャツに、ちょっと汗かいちゃった。デニムはリーバイスの503、ジャケットをオーラリーのポリエステルの水色のジャケットを持っていきます。今日も楽しんでいこう。今日は暑い、暑いぜ。新宿三丁目の頂今、新宿三丁目で、この後ね、今1時10分なんですけど、さあ、新宿三丁目に着きまして、今ばったりね、ブリッジの時の元先輩に会いました。ニューマンに行くか、それかビショップに、ダイワのダイヤピアーズかな、なんかお客様から聞いてかなりいいみたいなんでね、完売しちゃってるかもしれないんだけど、ビショップにダイワ売ってるか見ていきたいと思います。レディーゴー、行っちゃうよ。ブルーマンドブランチ、ネイビーワントーンコーデです。トイレです。ここはハッピーアワー。今ガーデンハウスっていうカフェでランチしようと思ったんですが、ちょっとお高めだったのとお腹があんまり空いてないので、次なるビショップへ行きたいと思います。ブルーム&ブランチはこの間アップしたウールのブラックシャツはもうね売り切れちゃってましたね。ベージュはまだあります。大正軒、新宿で大正軒です。はい、どうぞ。腹いっぱいです。久しぶりのつけ麺はうまいね。で、この後は4時半ぐらいからミッドナインティーズっていうのがね、映画見に行くんだけど、まだあと1時間ちょっとあるんで、スタバに行ってなんかします。で、夜は高ママさんとまたね、ライブ、インスタライブやるんでね、やっちゃおう、やっちゃいます。ビームスジャパンの秋祭り、入んないんですけどね。新宿三丁目のスタバに向かいます。このピーチジョンの中村、めちゃくちゃ可愛い。今日はチョコレートマロンラテっていうのを初めて飲んでいます。
今から映画見に行ってきます。 Go! Go!急がねば。新宿ピカデリー。A24 のビート90です。立ち上がれ、何度でも。どうも、ナムロホネイです。ということで、今ビート90って映画見たんだけど、めっちゃいい映画でした。スケートビデオを見てるようなね、そんな感覚になる。なんか懐かしさのあるようなね。高校時代スケボーめっちゃやってたんでね、懐かしい気分になりました。ぜひ皆さん見てください。続いてはどこ行こうか。涼しくなってきました、ね、今から世界堂でポスターの、部屋に飾るポスターの額を買いに行きたいと思います。このどっちかですが、これは2700円。ちょっと R がついたデザインか、シンプルな黒で2200円。どっちにしようか悩むぜ。部屋の壁にはね、こういうのでも穴開けちゃうんですよね。もし穴目立たないやつがあるんでね、それ使います。こっちのちょっと R がついてるデザインより決めました。2700円、500円高いけど車なし。でかい荷物になってしまった。世界道2700円からね、ちょっと割引聞いて2300円ぐらいでした。安い。出現率が最近高いと。多めです。高間さんの友人が働いてるカフェです。なんか昔からあるカフェですよね。そうですね。なんかドラマとか映画とかの撮影で使われてる。なるほど。僕は人とやるのは多分元君と一緒やったことない。そうですか。源泉不良と、あとその、フリマみたいな感じで、ちょっと、なんか、友達のビームスの人とかと、はい、なんか、やったりとか、一人でもたまになんかやった方が、大勢君とか結構、毎週日曜日やってるやつで、やっぱやるとなんか、なんていうか、見てくれる人増えるらしい。それは長尾さんの友達が働いてるので超巨大になってます。はい、らしいです。でもその友達、僕が昔切ってたお客さんだったという、まさかの傷、なんか見たことあるなって思って。そうでした。すごかった。偶然。狭すぎます。世の中狭いっす。ナップホームレステイラーのパンツ、はい、サイドが面白いですね。こんな感じなんですよ。ジョッパーパンツみたいな、かわいい。一歩間違えたら土方の野郎ですね。シャツは有限、はい、の、 あのレショップ別注です。言わせてました。インナーは何でしたっけ。インナーはアルスタイル。アルスタイル、はい、700円ぐらいらしいんで、めっちゃ安いっすこれは。もう今度僕も買おう。動画作りたいぐらい。いや買いますわ、はい、ぜひ。そのトートはどこのスポット。これが宮下パークのレショップができた時のなんかレショップのノベルティで、いいですね。赤と青があるんですけど、赤非売品なんですよ。あ、そうなんだ。はい、これ2かわいいですね。これ2枚もらいました。いいな。じゃあ僕のも今度取ってきてください。わかりました。ではでは、じゃあお疲れ様です。またまた気をつけて。ちょっとこれ
さあ、思ったより遅くなっちゃいました。8時からなんか40分ぐらいインスタライブを高間さんとやりまして、軽くね、ちょっとね、いろいろこれから進めていくことをミーティングしておりました。で、今から中目じゃなくて池尻のロビーにちょっと行ってきます。ちょっと行く前に一杯飲んでいこうかな。秋キョロペール乾杯。君に会えてよかった。このままずっとずっとララララ二人で乾杯。うまい。秋香るエール、めっちゃうまい。今日の締めはこの池尻のバーロビーで締めでございます。参りましょう。梨送ってきた。そうなんだ。梨のジントニック。梨を絞って、絞るというか。撮ってるのを撮っときます。動いてます。動いてます。撮影まだね、見つかってなくて、今日はロビーの記事の撮影でした。歩夢くんです。香りの木、放牧を手に入れてます。陽明酒製造かの森、香りが、木の香りが強いからかの森っていう。香りはすごい、なんか覚えがあるかもしれない。かの森です。